松山中央高校空手道部の前主将平田海人選手。先月行われた県高校総体では個人形競技で優勝。今月23日から開催されるインターハイへの出場を決めました。空手道の競技には互いに突きや蹴りなどを繰り出しポイントを争う組手と敵との攻防を想定した技の正確性やスピード、力強さを競う型があります。スピードっていうところを自分の中で長所と思っているので、そこで他の県の選手も負けないし、そこを自分の中でこれからも生かしていきたいと思っているので。平田選手の得意型は茶炭やら空シャンクー。技の手数の多さと緩急のある動きが特徴です。ここすごっ。持ち味とするスピードと技のキレを生かした演技で四国空手道選手権大会では2位に輝きました。年長さんから始めたんで6歳ぐらい。友人からの勧めをきっかけに6歳から空手道を始めた平田選手。めきめきと実力をつけ、小学5年生の時には県大会で優勝するなど活躍してきました。そして去年2年生で臨んだインターハイ、結果は第1ラウンド敗退。1個下とか2個下 その日本一取ったことある人だったり見てきたので、その自分の方が年上なのに、うわマジかみたいな感じで、こんな選手相手に勝っていけるのかなっていう不安が最初は大きかったです。決して恵まれた体格ではない平田選手、全国の舞台で戦うために自身と向き合ってきました。自分はその上半身だけで肩やってしまうことが多いんで、その体全体使って、人より背も低いし体も小さいんで、その全国で活躍やったら体を大きく使って自分の最大限にできるパフォーマンスをするようにいつも心がけてます。離れるな。あ、すごい、いつもの優しい先輩と違ってこのキリッとしとってかっこいいって感じです。県予選を最後に先に引退した仲間の分まで平田選手は高校最後の舞台に向け黙々と稽古に励みます。保護者の方々だったり部活の後輩とか先輩とか同期とか、その道場で一緒に頑張ってきた仲間、県で頑張ってきた仲間、道場の先生方々とか、たくさんの人に感謝の気持ちを持って頑張りたいと思っているし、愛媛インターハイで入賞という結果を残してみんなに恩返しできるように頑張りたいと思っています。高校生活の集大成となるインターハイへの挑戦が始まります。はいー